さすがだな、三成。完璧な仕事だよ。あっという間に大型船を建造して、十分な養老も部分も整えちまった。現場は黒田官兵衛、広報支援は石田三成。この二人はマジで信頼できるぜ。これで堺から九州に一気に大軍を派遣できる。俺自身は、陸路で行くけどな。実はあの地震のトラウマで、揺れるところでは眠れないんだ。まあ、それは置いといて。これならば、島津義弘が九州を一つにまとめる前に間違いなく勝てる。島津なら、ここで俺の降伏勧告に応じれば、九州をそのまま任せてもいいんだがな。兄弟ともに、統治、軍事の能力は申し分ないし。ああいう硬直な奴らは、戦うと手強いが、一度従えば、まず裏切らないんだ。でも、直接戦わずに降伏できるような性格でもなさそうだ。特に弟の義弘の方がな。本当は、そういう硬直な奴らの方が。立ち回りがうまい、大友義重みたいな奴より、よっぽど信頼できるんだよ。長宗我部元親も、せめてもう少し早く降伏してくれれば、四国全土を任せてもよかった。でも、ギリギリまで降戦されれば、保証する領地も少なくせざるを得なくなる。成り上がりの俺には、普代の家臣がいない。だから、能力があって信頼できる奴だったら、交代分で従えておきたいんだが。いつも、そのさじ加減が難しいところなんだ。やはり九州を一つにまとめる前に、秀吉に上陸されてしまった。秀吉の軍は、よく統率が取れているし、兵の力を最大限まで引き出しているな。先遣隊の毛利や長宗我部の軍も、なかなかだと思っていたが、秀吉の直轄軍は、さらに数段上を行っている。これは秀吉以上に、あの、側近の黒田官兵衛が、恐ろしいほどの切れ者なのだろう。そして、この大軍と、それに見合った物資を、船で過不足なく送ってきた石田三成。九州でしか戦ったことがない俺は、ああいうタイプの能力を知らなかった。立花道雪や俺は、自分の経験と兵の連動で戦ってきた。時には自分も、切り合いに加わった。しかし秀吉軍は、戦闘も兵站も、兵法というものに則っているようだ。俺たちは海外から富と武力を得たが、奴らは、知恵を得ていたのだ。九州、遠かったな。でも、俺が来て九州を平定したっていう、実績が大事なんだ。そうやって、他の大名らにも、関白様には逆らえねえって思わせるんだ。実際は、関白に任じられた途端に、俺の原動力だった、あのハングリー精神が、消え失せてしまったんだ。もう前線の指揮なんか、やりたかねえ。だから官兵衛に、ほとんど任せっきりだ。それがバレちゃやばいから、さっと終わらせて派手に凱旋するんだ。ただ、その前に島津義弘をどうするかを決めなきゃならん。官兵衛の報告によると、島津義弘はやっぱり、天才らしい。兵の指揮、個人の武勇、状況判断、どれも一流。硬直で、義理に厚い人格も、申し分ない。ただし今はまだ、才能と経験だけに頼っている。倍の兵数でぶつかれば勝てる、だってさ。官兵衛だったら、大概の奴には同じ兵数で楽に勝てるだろう。その官兵衛が、倍なら勝てるって、そりゃあ、すげえ逸材じゃねえか。要は、ちゃんと兵法を身につけや、この国最強の指揮官になるわけだ。島津義弘、絶対に俺に心中させる。やはり思った通りだ。うちが使う戦法など、中央の軍からすれば、化石のようなものらしい。一人一人の戦闘力はこちらが上だが、統率と指揮では、俺ではあの黒田官兵衛に歯が立たない。兵数も向こうが上だ。だが勝負はまだついていない。戦力差を覆して勝った例など、いくらでもある。それに、俺たちのような九州の男っていうのは、関白だなんて、やたら威張っている奴に、膝を屈するのが大嫌いなんだ。特に、島津家の人間はそうだ。
何？兄貴から伝令？ええ？島津家は秀吉に降伏して、薩摩大隅日向を安堵されることになった。直ちに武装を解いて投降しろ。あのバカ兄貴め、九州の島津家のプライドはないのか。島津家は思ったより早く降伏したが、大友家や、ここまで従軍した将兵にも領地を与える必要があるし。とりあえず、元からの領地の三国を島津家には保証してやろう。今後の働きによっては、さらに増やしてもいい。しかし、当主の義久の決定に、あの義弘が逆らっているようだ。島津義弘、ますます気に入った。兄に代わって、義弘を島津家の当主として扱うという条件も付け加えて説得しろ。秀吉め、ふざけるな。俺が兄貴の代わりに当主になるだと？確かに今回の兄貴の降伏には不満だが、俺は兄貴から島津家を奪おうなどとは、全く思っていない。島津義弘、ほんと強情だね。だからこそ、欲しい人材でもあるんだが。でも、これ以上歯向かうようなら、残念だが打つしかなくなる。次の説得が最後だ。官兵に何か考えがあるらしいから、任せてみるしかないな。また秀吉から、降伏を進める使者が来たか。どんなに口がうまい奴をよこしても、無駄だ。使者はこの部屋には通さなくていい。そいつの首を掲げて、敵陣に突撃するぞ。ああ、誰だ、お前。お前が秀吉の使者だと？勝手にここまで押し入ってきたのか。関白の使者とはとても思えん、めちゃくちゃな奴だな。めちゃくちゃなのは、お前も同じだろう。当主で兄の、島津義久が降伏したんだぞ。お前だけ勝手は許されんだろう。そうだな、俺もめちゃくちゃだ。でもこれは意地なんだよ。今すぐお前の首をはねて、敵に突撃する。そうだ。まだお前の名も、聞いていなかったな。さっさ、なりまさだ。お前が、さっさなりまさ。変な奴をよこしたな。面白そうだな。俺が、島津義弘だ。話だけは聞いてやる。関白の手先よ、口上を述べろ。関白なんかどうでもいい。お前はこんなとこで死ぬな。兵も巻き込むな。どうせ秀吉に従えば、海外に出兵させられ、知らん土地で死ぬことになる。だったら今、この九州の土になる方が、よっぽどいいだろう。確かに、お前なんかの指揮で海外に行けば、兵がたくさん死ぬ。だからお前は、指揮権を黒田官兵に渡し、一兵卒として働けばいい。喧嘩を売りに来たのか。どうせ海外で死ぬって言ったのはお前だ。なるほど、本当に面白いな。なんでお前みたいなのが来たんだ。関白なんかどうでもいいとか言わなかったか？言ったかもな。俺はこれでも、正式な使者らしいから。この会話は、友の者に書き留められて、上の奴らに届く。だから俺も、関白に反逆の意思ありとみなされ、殺されるかな。お前が止めないからだぞ。口を開いた途端に、関白なんかとか言い出したんだ。止める暇なんかなかったじゃねえか。そうだっけ？とにかくこのまま帰ったら、秀吉に殺される。でも、お前が降伏してくれれば、助かるかもしれん。人助けだと思って、降伏しろ。お前の言ってることは、意味が全然わからん。じゃあ、バカなお前にもわかるように言ってやろう。海外へは、お前が兵を率いていけ。それで、兵を知らん土地で、なるべく死なせずに帰ってこい。それも、人助けだ。バカなお前が率いれば、兵はここで死ぬか、数年後に知らん国で死ぬだけだが。もし、お前がバカじゃなくなれば、お前の兵は死ななくて済む。悪い話じゃねえだろう。俺のバカは、何をやっても直せないが、お前のバカは直せるんだってよ。おいお前、初対面だってのに失礼なこと言うんじゃねえよ。言ったのはお前だ。
大馬鹿が。島津家の元からの領地はそのままだ。領民のためとか、兵のためだと思って、お前は降伏しておけ。関白なんかどうでもいい。ああ、また行っちまったじゃねえか。これじゃ完璧に死罪だぞ。お前が止めないせいだぞ。だから、一緒に来てくれ。確かにお前の馬鹿は、直せなさそうだ。そうだ。俺は馬鹿なまま、そのうち死ぬだろう。秀吉の下で、長生きできるタイプじゃないからな。そうかもな。でも、九州の男は、お前みたいな奴が好きなんだ。仕方ねえから、お前と一緒に秀吉のとこに行ってやるよ。すまんな。お前も、兵のために秀吉に降伏したのか？バカだから、忘れた。お前、兄貴より兄弟っぽく思えるぜ。次は、九州に生まれてこいよ。お前、それ、死亡フラグだろうが、なんてこと言いやがるんだ。お前が、止めないからだ。